それなんかおしゃれさんですね。かっこいいな。なんかでもファッションによって美人さんに見えるんですね。よかったよかった。よかったよかったって。どういうことかよくわかんないけど。もうセクハラに当たるんでしょうかね、こういうのはね。このゲームなんか久しぶりに美人さんを見た気がします。だいたい圧倒的にパイロットのこのアバターっていうのかな、いい男だなこの人。男の人が多いですからね。あ、なんかこっち見てる。あ、この人もこっち見てる。どうやってこの人たちが動くのか、条件が首だけもある人とかどういう条件なのか私よく知らないんですけど。今回は X ウィング3機、Y ウィング1機、U ウィング1機。あの美人さんは U ウィングだから支援してもらったら、お姉さんに支援してもらったということで、来い。ああ、またダメかな？ああ、よかった。ドキドキですよ。そうか、もうなんか何のための動画のために撮ってるのか、何のために何をやってるのかもはや分かりませんね。エッセレス、あ、まあ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 、スターウォーズっぽいマップですね。おお、かっこいい。皆さんのお荷物にできるだけならないように頑張ります。フォーワイウィング、うひゃー、かっこいい。ヒュー、あ、この人もドリフト、ドリフターだ。ドリフターっていうのがよくわかんないけど、ああ、もうこういう人がいるともう訳がわかんない。よし、なんとか生き生き。うわ、味方がやられてる、火吹いてる。なんかどっかでタレットマインがいるな。あ、これ美人さんの飛行機だ。セクハラだ、うん、あ、乗り、ちょっと間違って、あ、しまいんだ。スーパーマン嫌いですね。あ、なくなった。なんかこのキャラ、誰かタレット前を持ってくるっていう人もいるな。よし、命中。よし、味方も上手だな、きっと。あー、もうまだ、いや、死ぬー。ボマ怖い。お、ぶつかる。ああ、羽が大きいんだね、やっぱり A ウィングに比べると。ん、この中、ああ、中か。うん、この中が面白いっちゃ面白いけど。あ、いた。あの、あ、裏だ。あ、またもうやっちゃった、やっちゃった、やっちゃった、ごめん。あ、R2 頼む。ダメだ、ちょっとシールドに振って R2 直してよ。チャージしてる場合じゃないでしょ。あ、味方のミサイルが、味方のかどうかわかんないけど、あー、やられた。 R2 の方
あの美人さんがうまいんだ。中身もしかして女の人じゃないのかな。まあまあ、ゲームの中でもちょっとした幸せを感じるのは悪いことでしょうか。当たるんじゃない。あ、またぶつかっちゃった。これまで生きてる。もしかしてこの中にいっぱいいるの。あ、違うな。あ、美人さんが追っかけてる。あれも、あれも。あー、なんか、何あれ、なんかいっぱい撃ってくるから。ディフェンダーか、怖いな、ディフェンダー。シーカマに巻きたい、巻きたいけどない。なんか味方でやっぱり上手な人がいるんだな。あー、またディフェンダーだ。あー、怖い、ぶつかった。あー、ちょっと頼む、ありがとう。うわ、みんなでひどいな、これは。こんなひどいのいたら初めてだな。びっくり。またやっちゃった。シールドに吹っ飛ぼう、とりあえず。19対3だからいいでしょう。ああ、なんか撃たれとる、撃たれとる。撃たれとまいんかな。あ、やった。なんか R2 が直してくんないから、この人直してくんないかな。え、直してくれた。 R2 の役立たず。もうにも直りきらない。あ、さすが頼りになるて。悪くないんだけどね。あー、シールド前。 R2 は役立たずだ。またちょっとこっちの方が若干早い気がするな。え、つけない。 R2 直して、ありがとう。 Thank you R2。 思いっきり、あ、ぶつかった。ごめんっていうか、これで生きてるんだから。ゴマだ。あ、この人ちょっとラグいな。まあこっちがラグいのかもしれないですけどね。 R2、 R2 も結構役立ったずだね、本当に。そんな怠けないで、頼んだらすぐ直してよ。あれ、なんかいつの間にかパワー、あ、なんか中身が、あ、美人さんから補給だ。美人さんとかって呼んでいいのかよくわかんないけど、でもまあ、アバターが美人さんのだったので仕方がない。仕方がありません。事実美人さんだったのであるから。でも本物がそうかはわからない。ほら、動画だな、やっぱ。まあひどいね、またこりゃ。あの人ごめんなさい、笑っちゃって。もう本当申し訳ない。だけどカウンターメジャーも打てなくされて。本当ごめんなさい。あの、でもすいません、本当にごめんなさい。私のせいじゃ。ああ、すごいいっぱい、なんかすごいのが飛んでる。あんな武器があるって初めて見たな。
あ、やられた。本当にごめんなさい。なんていうのかな、笑ったりして、なんかすいません、ごめんなさい、本当に申し訳ない。 あんまりなんか働いた気がしないけど、やっぱあの美人さんのおかげで勝てたな。これはあれだな、やっぱ動画だな。おお、あ、ヘルメット脱ぐとちょっとあれか。でもまあまあありがとうございました。ご一緒させていただいて大変光栄でした。レベル222すごいな。ありがとうございました。お疲れ様でした。これは今回ご一緒できて、あ、こちらの方も女性のアバターでご一緒できて光栄でした。まあ男はどうでもいいかな。あ、なんかすごい、あれ、さっきの美人さんが相手の方に行ってる。こら参ったな。美人さんに助けてもらう戦いの後は美人さんにやられるやつもいっちゃいいか。まあ、どこ取れてんのかな。取れてますね。じゃあそれで今回はコテンパンに叩きのめされる側で、味方も強い人がいるかもしれないな。242バンガード3、バンガード3404と TTV とか、なんかどっか多分チーム入ってる人ですよね。こんな人たちと戦って勝てる気がしないんですけど、もうちょっと下手くそは下手くそのところでマッチングしたい、してさせていただきたい。でもヘルメットかぶるとせっかく美人さんだ、あ、でも、あ、そうか、アバターが違うんですよね、帝国側だと。帝国側だとなんか怖い人だったらどうしよう。なんか帝国のアバターの女の人って頭がなんかなんていうのかな、スキンヘッドでなんかちょっと怖い人がいるんですよね。帝国側でも美人さんは美人さんでいてほしいという私の願いはおかしいでしょうか。さあちょっと、あー、ごめんなさい、レディ忘れてた。This is Vanguard 1, standing by. Vanguard 1。おお、今回はチームリーダーです。さあ行くぞ。どうしようかな。だから戦闘前にあれ見るの嫌なんです。ああ、チームの人だ。上行くや。ほらこの動きめっちゃ怖い。もうほとんどドラゴンボール、あー、誰かにあれされた。これでカウンターメジャー打てない。あ、美人さんだ、なんてことするんだ。あ、美人さんは何、支援機、うわ怖、ちょっとダッシュ、死ぬ、タレットマインだなこれ、死ぬ死ぬ。美人さん容赦ないな。支援機好きな人なんだな。支援機私見ると殺意が湧くけどな。でもちょっとやっつけれそうにない。タレットマインだ、やっぱ。しょ、どこ、一番近い人じゃねえの。うわー、これもなんかもういかんともしがたそうな人だな。うわ、ぶつかった。ほらもう完全に動きがスターウォーズじゃないですよ、ドラゴンボールですよ。きゃー、よし、一応ロックできた。当たんないけどミサイルが飛べば、まあほらどうしようもないな。多分ねシールドも強化してるからね、当てても死なないんですよ、こういう人たちでね。オーバーチャージ2つなんか交互にできるぐらいなんか指を鍛えてて、ほらもう止めよう。ああ、誰かに撃たれてる。誰、なんか怖っ。はい、ああ、やられた。
ダメだ、何対何、4対5。でも味方にも上手な人がいるってことだな、こんだけ。そうか、できるだけ、あ、やっぱすごいな、242っていう人とか違うんだな。できるだけ頑張りますので、マッチングの神様には勝てなかったということで、ああ、こういう普通の取り方を見る人の人見るとホッとしますね。本当にホッとする。うわあ、またこういう、うわあ、またドラゴンボールが来た。いやあ、うわあ、ほら、これ打っても打ってもダメなんですよ。よいしょっと、ダメだー。なんかね、もうああいう人は何やっても勝てないんですよね。ほら、一気撃墜しただけで3位。まあ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 、でもそれもまたこのゲームのあれなので、うん、なんか6本しないんだよな、なんかそういうコンポーネント使ってんのかな、当たる気がしないし、うわー、なんかぶつかった、うわ、また来た。うわー、これ。これ。もう、どうせ一瞬だ。こっちも振ればいいのか、スピード。あ、すごい。やっぱり上手な人がいるんだな、味方にも。お願いします。もう、こっちも一応、マシャない。パワーに振る。あ、美人さんにマークされた。あ、美人さん発見。多分当てても当てても死ないじゃないと思うけど、1回ぐらい美人さんを落としてみたい。おお、1回。おお、怖っ。この人は、ああ、前にシールド。おっしゃ、ありがとう。やっぱり、あ、カウンターメジャー、あれじゃ勝てないな、やっぱ。まあまあ、ちょっとドラゴンボールは諦めるとして、こういう、あー、いかん、ぶつかっちゃった。普通の動きをしてくれる人たちとできるだけ遊びたいですね。へえ、面白いけどちょっと2点負け。上手な人がいるな、やっぱこっちにも。すげえなー。でも404の人10キル0ですよ、死亡。まあそりゃそうだね、サイヤ人だからな、きっとサイヤ人だと思います。あ、遠いんだよな、意外と。あ、なんか撃たれてる。あっと、インターセプター。あー、マインが欲しい。これはシーカーマイン案件ですな。あーなーといいとこなし、がっくり。すいません、味方の人たち、すいません、すいません、頑張ります。なんだ、14対17、上手な人もいるので、諦めずに私も頑張りたいと思います。エースの人を抑えれればいいのかな、だけど抑える気がしないよね、タレットマイン。よいしょ。うわー、あとマイン巻いたな、マイン。ちょっとパワー、もう一回マイン巻いた。この美人さんが巻いてんのかな。よいしょ、よいしょ、フロントにして、よいしょ。あれ、なんか無力、ああ、4ミサイル受けてたんだな。やられた。ごめんなさい、味方の人。ほんとすいません。あー、ダメだ。やっぱ404レベルの人がどうしても止まる気がしないんですね。まあ、しゃあない。はい、4機集まってる。じゃあ、またタレットマインどっかで撃たれてるか。ん？
言ったっけ、これ、あ、美人さんだ。美人さんって呼び方は合っているのか。後で怒られたりしないだろうか。あ、狙うまでなかった。インターセプター、インターセプターだから当たればそんなに硬くはない。よいしょ。この人もインターセプターだから当たればそんなに硬くはない。あのとこに入った。あー、やられた。下手くそだった。インターセプターだけど正面から X ウィングによく突っ込んでくる。やっぱよっぽどの自信なのかな。なんかロックされないタイプのなんかを積んでんのかな。あーと、またこいつのドラゴンボールが来た。やべ、サイヤ人の人が来た。サイヤ人の人に殺される。速度に振るか。じゃあ、いやー、もうこれもうなんか3機ぐらいで回ってる。わー、来た。やばい、サイヤ人来い。あ、来いじゃねえ、来るな。あ、どうなってんの。もうこっちも慣れできようができまいが関係なく、あ、やっぱり撃たれちゃう。ごめん。あ、わあ、面白かった。でも疲れた。この赤い色の人3人いるけど、みんな仲間かな、もしかして。あ、美人さん男になった。まあ、騙された、騙されましたよ。これは今日は騙されましたっていうことで、でした。新共和国パイロットでした。